楽しく行動し成果を出し続ける人は動物脳の使い方がうまい。ワイルドコーチングの佐藤です。今日は野村監督の指導論から見る効果的なコーチングについてちょっと考えてみたいと思います。で、野村監督っていうのはこのプロ野球でヤクルトとか、まあ、阪神とかそういったチームを率いて、そして、まあ、日本一なんかも経験されている名監督ですよね。で、その監督、野村監督がコーチ陣を集めていったことがあるそうなんです。それは選手に教えるなっていうことなんですよね。で、これ聞いてちょっと意外だなって思ったわけなんですよね。ただ詳しく話を聞くと、選手が教えてください、指導してください、頭下げてお願いしてきてから教えるようにっていうことを言ったそうなんですよね。で、これってまさにコーチングのものすごく大切なポイントになってくると思うんですよね。で、その話をしたいと思います。で、これをご理解いただくと、コーチングだけじゃなくて何かノウハウやテクニックなどを教えている、そういった仕事をしている人はものすごく成果を出させてあげやすくなると思うんですよね。で、まず聞きたいのはこの脳の話をしたいと思います。脳っていうのはものすごくざっくり言うと人間脳の上に、あ、人間脳じゃねえや、動物脳の上に人間脳がこのようにありますと。で、動物脳とこのように体ですよね。が、まあ、このようにリンクしてるわけですよね。で、人間脳っていうのは考えるのです。一言で言うと理屈です。動かすのっていうのは感情とか行動をやってるってことなんです。で、これを人間脳をこの人に例えます。そして動物脳を馬に例えますってことなんですよ。で、努力して成果が得られるっていう人はこういう感じです。で、努力しても成果が得られない人っていうのはこういう感じなんです。詳しく見ると、人間脳はどちらもこのように目標に向かってるんですね。ですが、動物脳は成果が得られる人は目標に向かってますが、得られない人は反対を向いているということになります。失礼しました。そういうこのモデルをちょっとご理解いただきたいんですね。そうすると、仮にですが、このような状態、人間脳は目標を向いているけども動物脳が向いていない状態、つまり理屈では、あ、こっちの方に行った方がいいんだな、やった方がいいんだな、やるべきだな、思っているんですね。建前とか、義務ですよね。ですが、動物の本音とか感情の部分では、いや、本当はあっち行きたくないんだよなとか、あの人の理論はちょっと自分には合わないんだよなとか、っていう思いが自覚しているしていないに関わらずあったとします。そうするとこの状態でいくら教えても成果ってやっぱ出ないんですよね。で、これを野村監督っていうのは理解してたんだと思うんです。で、選手が本当にスランプとか陥って、もうこの状態から、この状態ですよね、もう本音でもう教えてください、お願いします、もうなんとかなんとか成績を上げたいんです、試合に出たいんです
数字残したいんです。そういう状態になった時に教えると成果って出るっていうのを現場の感覚で掴んでたんだと思うんです。で、これが実はコーチングのポイントになるわけです。いくらクライアントさんがこの状態でいろんなことを伝えても難しいんですよ。ティーチングとかしても無理なんですよ。で、コーチングって何をするかっていうと、こういうことです。まあ、理屈は感情に従う。つまり人は馬に従うので、馬をひっくり返さなきゃいけないんです。つまり、この状態の人をこの状態にしていく。で、よく観察をしていただきたいんですが、まず、人間脳がでかすぎるんですよ。だから、ちょっと最適化します。重いんですよ。この大間さんに対して、人間の人が。ちょっと程よく断捨離していただいて、スリムアップしていただきます。そして、次に、動物脳をタフにします。これ、弱いんですよ。貧弱なんですよ。ちっちゃいんですよ。なので、ちょっと大きくします。タフにします。そして、この手綱さばきを身につけるっていう、この大きく3つをやる。これが、実はコーチングなんですよ。で、この状態になってしまえば、いろいろなノウハウやテクニックを伝えていくと成果って出るんです。受け取れるんですよ。身になるんですよ。だけど、この状態でいくら、どんなに素晴らしい指導者、どんなに素晴らしいノウハウやテクニック入れても成果はやっぱ出ないんですね。で、この大きく3つをやる、これがワイルドコーチングということになっていきます。この受け取り状態、つまりクライアントさんの人間脳と動物脳の状態、脳の使い方、これを変えてあげることが大切になります。楽しく行動し、成果を出し続ける人は動物脳の使い方がうまいっていうのは、この動物脳、これが大きな鍵を握っているということになるわけです。ですから、あなたがもしコーチングとかに限らずに、何かのノウハウやテクニックをお伝えしている、そんな仕事をしているのであれば、相手の方、クライアントの方、お客様がどういう状態か、この状態だったらちょっともったいないんですよね。お互いにとってこの状態にするっていうのが大切になってきます。今日は最後までご覧いただいてありがとうございます。